カメラに見えるが、海洋研究開発機構の高水圧実験装置でテストを行い、計算上では水深1000メートル以上まで潜水可能というスーパー深海カメラなのだ。ここからはライオン KDDI とご覧のスポンサーの提供でお送りします。いざ東京湾。案内役は漁師歴50数年東京海帝国の。このように調べてないんです。山のようになり中に織り込まれて入り込んでます。今ブラック看板になりました。ここにステッチまで入ってます。そうですね。このステッチもクロコダイルの皮で一本一本細く裁断をして、皮紐を作ってそれを埋め込んでおりますね。すごい手間ですね、はい、あとは職人さんのレベルが高くなければこれはできないそうですね。そうですね。そして中の方もかなりやっぱり柔らかいですし、これ軽さがですね、ちょっと重さの確認をいたしますが 405g しかないんです。すごく軽いです。はい。そして柔らかくて中も非常に見やすい。はい。ここでポケットがありますし、さらにここに携帯電話が入れられるポケットで1箇所あります。そしてこちらがファスナー使いのポケットが1箇所あります。もうラストチャンスになっておりますので、お早めに手になさっていただきたいと思うんですが、これは中身はもう全て共通ですよね。そうですね、同じ方になります。はい、失礼します。ではこの状態で皆様にダークブラウンもただいまで完売となってしまいました。ボルドーカラーのみということでご案内させていただくんですが、これがですね、もう一つ